ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年4月に投稿した、衝撃の逃亡劇の第2弾をお送りすることになりましたー。パチパチ。前回取り上げた人たちはどれも強烈だったな。セルフ整形、時効成立11時間前での控訴、追われていても日本一周をしながら写真撮影に応じるなどなど。前回の方はお尋ね者の中でも割と有名な人を取り上げているから、ぜひ時間があればそちらも見てね。そんなことで有名になるのも不名誉な話ではあるが、確かに。今回はワールドワイドに、と思って海外の逃亡劇も2つ紹介しているぜ。スケールが大きいわ。それにしても、世界のどこにでもお尋ね者はいるのね。逃亡する人は、どんな悪事を働いても逃げ切れると思っているのかもしれないな。必ずお縄になるという啓発になるといいわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初は先月にお縄になったガーナロマンス詐欺の中心人物、森川ひかるだ。かなりタイムリーな話題ね。ガーナとロマンス詐欺っていうのがどういうつながりがあるのか、詳しく話を聞けばわかるのかしら？霊夢にしっかり理解してもらえるよう、わかりやすく説明していくぜ。よろしくお願いします。今年5月に大阪府警によって国際手配された森川は、海外で働く女性らになりすまし、SNS で知り合った相手に、恋愛感情を抱かせて現金を騙し取る、国際ロマンス詐欺に関わっていたとされている。情報が多すぎるわ。この森川って人は国際手配された。つまり海外に潜伏していたってこと？そう、潜伏先はガーナだ。森川はガーナにある詐欺グループの主な日本人メンバーだったんだ。だからガーナロマンス詐欺なのね。森川が女性のふりをして、SNS を使ってお金を騙し取っていたということね。その通りだぜ。森川は国際連合所属の女性医師、アメリカの女性ライターなどになりすましており、これまでに4億円近いお金を騙し取ったとされている。よ、4億円？よっぽど巧妙なやり口だったんでしょうね。しかも顔を合わせずに SNS のやり取りしか行っていなかったということだから、にわかに信じられないよな。つまり文章だけで、恋愛感情を抱かせられるテクニックを持っていたっていうことよね。相手から信用してもらえたところでお金の要求をしていたそうだ。世の中には私の知らない世界がいっぱいあるわ。しかし潜伏生活は長く続けられなかったそうで、森川自らが警察に連絡し、自分のいる住所を告白したそうだ。え？実したってこと？出頭したわけではないけど、所在地を明かしたわけだから抗議の自首で間違いないだろう。自分の顔が手配されたことで逃げ切れないと悟ったそうだ。反省している様子がまるでないわね。さらに、ガーナ人の指示で金を回収しただけ、帰国するお金もなかった、とも話しており、森川は指示を受けて動いていただけの可能性も捨てきれない。そうだったとしても、やってしまったことは何一つ許されないわ。ちなみに森川が国際手配をされた同日に、東京都の女性から森川と共謀して、現金を騙し取った男二人が書類送検されている。あちこちで悪いことやってるわね。このうちの一人はマネーロンダリング、いわゆる資金洗浄する役割だったこともわかっている。そんなことまでやってたって、相当やり慣れてる手口だわ。森川の心も洗浄すべきね。座布団一枚。次は、2005年に品川で問題を起こした、前田優香についてだ。元ハロプロのアイドルの方は、同音異字だから間違えないように。同じ読みだけど、別人。今回取り上げる前田は、恋人だった被害者の女性の命を奪い、新聞配達を止めるといった偽装工作をして逃亡したとされる。偽装工作までするなんて、計画的だったのかしら。それが後に後半で前田は動機について未だにわからないと述べている。突発的だったと言いたいのかしら？だったら偽装工作なんてするかな。その後前田は逃亡生活を送るんだが、その間に使用した偽名は11、さらに4人の男性と交際して生計を立てていたそうだ。あれ、前回取り上げた誰かさんに境遇が似てるわね。今日も霊夢の勘は冴えてるな。まさに前田はマスコミから、第二の福田和子と言われていたんだ。やっぱり、偽名を使っていたり男性から金銭の援助をしてもらっているところもそっくりだわ。でも、なぜ命を奪ってしまったのかしら。どうやら被害者とは恋人同士の関係にあったんだが、前田は被害者と交際中に愛人とも関係があった。そこから病気をもらってしまい、被害者にも移ってしまった。これが発端であることがわかっている。病気を移してしまったことで被害者に詰め寄られてしまったから。
といったところね。逃亡生活も2年と長かったが、東京赤羽にある健康ランドで警察に見つかり、お縄となった。2年ってかなり長いわね。警察の執念に敬意を表したいわ。逃亡中に知り合ったタクシー運転手の家に身を寄せ、生活していたとのことだ。健康ランドでは見知らぬ男性に声をかけて、お酒や食事をおごってもらう日々を送っていた。そういう生き方しかできなかったのかしら。事件を起こす前から、交際相手の男性からもらった小遣いで生活をしていたそうだ。一度でもそういう人生に疑問を持てていたら、違った今を送れていたかもしれないのに、本当にもったいないわね。後半で前田は、自分を心の底から愛してくれた、という被害者に対しての謝罪の意を述べたが、逃亡については、捕まるまで逃げるつもりだったとも言っている。それって逃げ切る意思があったというよりは自首する勇気がなかったとも取れるわね。本当に悪いことをしている自覚があるなら、逃げることはしないわ。懲役15年の判決を受けて服役していた前田は、今年2022年出所予定となっている。次は、中国が戦慄した美人教師、漏洩死について取り上げよう。中国の逃亡劇なのね。教師でありながら悪事を働く。詳細が気になるわ。2021年9月に行われた裁判で、漏洩死は最高刑を言い渡された。出廷していた漏洩死は泣き崩れたという。最高刑になるなんてよっぽどのことをしたのに、泣き崩れるなんて被害者意識が過ぎるわね。で、この女は何をしたのかしら？1996年から1999年の間に、当時の恋人だった方志英という男性と、様々な場所で罪を犯し、合計7人の命を奪ったとされている。7人？普通に考えて普通じゃない人たちだわ。いずれも金品を盗んだ上で命をも奪うという残虐なものだ。方志英は、7人目の時に現行犯でお縄になったが、漏洩死はそのまま逃げてしまったんだ。うまくすり抜けられたのかしら？一体何年逃亡していたの？それが驚くなかれ、20年にもわたったそうだ。20年。その間のうのうと生きてきたと思うと、被害者の人たちや遺族も腹渡が煮えくり返るわね。逃亡している間、名前を何度も変え、さらに整形で人相も変えていたという。また、経済的に余裕のある恋人ができたことで優雅な生活を送っていたこともわかっている。なんだろう、当事者じゃないのにこのふつふつ湧いてくる怒り。漏洩死自身も、マンションや自動車、高級酒などの取引をして生計を立てており、まさに悠々自適に生きていたと言えるだろう。お尋ね者という点さえなければ誰もが羨む人生ね。でも、名前も顔も変わっていてどうやって捕まえることができたのかしら？それがこの問題を語る上で重要な鍵となるんだ。漏洩死は、恋人が経営していた、高級時計の販売店が入ったショッピングモールに、毎日顔を出していた。そこに置いてあった防犯カメラがお縄のきっかけとなった。防犯カメラって整形した人まで特定できるものなの？このショッピングモールの防犯カメラには、ティエンイエンというシステムが搭載されていた。このティエンイエンは画像解析により顔認識が行われ、お尋ね者のデータベースと照合し一致すれば、自動的に公安にアラートが送られるというものだ。顔認識といっても整形しているのにシステムが反応したってすごいわね。例えば顔の骨格、瞳孔間の長さというのは整形をしても変わらない、変えられない部分なんだ。そういった部分で個人を特定することができるというわけ。ほい、最新のシステムはすごいわね。きちんと同一人物か判断できるように設計されているのね。どんなに容姿を変えようとも必ず見つけ出せる、とも言えるわ。漏洩死は当初否認をしていたが、偽名で生活していたことを指摘され、漏洩死という名前を使ったことはないのか？という問いかけに、本名を使うわけないでしょ、と答えたことにより関連したそうだ。最後の最後にボンミス。DNA 鑑定で本人と一致した漏洩死は、20年もの間逃亡を続けたものの、最終的に最新のテクノロジーの前にひれ伏すこととなった。被害者の無念を晴らすことができた気がするわ。最後は第1弾の動画でコメントが多かった、平尾辰馬の逃亡劇について紹介する。今回のテーマといえばこの人をイメージする視聴者が多いということね。平尾は2013年、盗みの罪でお縄となった。それまでに金庫破りや車上荒らしなど120件以上の悪事を重ねてきたとされている。第1弾でも取り上げた日だと同じで、お縄がライフワークのヤバいやつだわ。まず平尾はお縄を、福岡県の刑務所に服役、3ヶ月後に愛媛県の松山刑務所に移送。ふむふむ。平尾は、
生活態度が良好で模範的だと判断され、2017年より松山刑務所内の施設である、大井造船作業場で食糧訓練を開始、そのおよそ4ヶ月後に脱走したとされている。模範的な人は兵の中から早く出られることがある、というのは聞いたことがあるけど、別の場所で食糧訓練を受けることもできるのね。この大井造船作業場は日本で4カ所しかない平野鉄格子がない刑務所として知られており、審査に合格できなければ入ることが許されていない。それができるんだったらシャバでも模範的な生き方をしなさいよと言いたいわね。本件の時系列を簡単に説明しよう。まず2018年4月8日に、脱走の通報が警察に入る。平尾は盗難車を使って、広島県尾道市向島まで逃走。翌9日に愛媛県警が指名手配。タイミングよく車を盗めるって運がいいわ。人生最大の運の良さだったんじゃない？向島に潜伏している可能性が高かったため、警察や自衛隊、ボランティアなどが、3週間にわたって徹底的に捜索するも見つからなかった。向島ってそこまで大きな島じゃないと思うけど、3週間かけても見つからないって変だわ。大きな進展があったのは4月30日。広島市南区のインターネットカフェ店員からの通報により、平尾はお縄となったんだ。え？向島にはもういなかったの？そうなんだ。なんと向島から泳いで本州に渡ったと供述しているんだ。そんなこと可能なの？瀬戸内海は、流れの速い潮流が生まれやすいって聞いたことがあるけど、向島と本州間は最短で約200メートルと距離は短いが、潮流の速さと水温の低さにより、遊泳は通常困難だ。そのため、捜査員は向島にいると推測し、捜査していた。そりゃそうでしょう。誰もが泳いで本州に行っただなんて思わないわよ。ただ、4月24日から25日未明にかけて潮止まりという流れが穏やかになる時間帯があったようで、この時を狙って泳いだ可能性があるそうだ。盗難者といい、ここでも人生最大の運の良さが働いて、しっかりと生きて本州に渡ることができたのね。瀬戸内海を泳ぎ切る腕力と脚力、泳力を別のところで活かせていたらなぁ。もしかしたら今もどこかにお尋ね者が潜伏していて、それが自分の近くということだって可能性としてゼロではないというわけだ。考えたくないけど、絶対にないとは言い切れないのが悲しい現実ね。罪はしっかりと塀の中で償ってほしいもんだ。それよりも罪を犯すことのないように生きていくことを肝に銘じましょう。全くもってその通りだぜ。ただ、最後の平尾に関しては、造船作業場内で人間関係に疲れ果て、体制に限界を感じていたことを逃亡の動機として挙げている。理由にはならない気もするけど、塀の内側では私たちの知らない世界があり、それに耐えかねたってことね。塀の中は上下関係なども非常に厳しいと言われているからな。長く服役している古株の方が立場が上っていうのもおかしな話ね。構造や環境そのものを見直すことも、逃亡を防ぐ手立ての一つなのかもしれないな。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。